佐々木武雄は日本の陸軍軍人。最終階級は予備役隊員。1945年8月14日の深夜から15日にかけて日本の幸福に際して発生し未遂に終わった宮城事件にこし、出身校である横浜工業専門学校の有志らを募って国民神課世代を編成し、首相官邸と時の内閣総理大臣。 鈴木勘太郎の指定などを相次いで焼き打ちにする事件を起こした。事件後は憲兵などの目をかいくぐる逃亡生活を行った末、比較的早い時期に大占領師として世に現れる。改名後はアジア友もゆき会を立ち上げて事務局長及び理事長として活躍し、アジア出身の留学生から親父として慕われた。佐々木武雄は1905年に、 北海道大樽に生まれる、横浜高等工業学校建築家の第一回生であり、在学中は応援団団長や、講演部委員長として活躍した。卒業の頃、佐々木は、安倍宗、片山明、赤松勝丸らの思想に共鳴して、社会民衆党に入党、さらに赤松らが、社会民衆党を離党して結成した日本、国家社会党に参加し、 1934年に、同党から赤松が抜けて残った小池志郎が愛国政治同盟に解消すると、佐々木はその青年部隊の隊長となる。その頃には、大川周明、石原幹事らとも交流関係を持っており、行動右翼の一人として、横浜周辺では、名が知れた人物であった。1937年7月、品事変の勃発と、ほぼ同時に、 佐々木は王将、朝日川公平第七大隊に入隊し、北支戦線に派遣され小隊長となる。1941年9月には再び王将し、北千島のバラムシル島に、北千島要塞公平隊長として派遣された。太平洋戦争開戦の12月8日頃に隊員に、昇進、その後、北部軍司令部付けとなる。 1942年の暮れには再度横浜に戻った。私生活では、1944年4月、母校の初代校長、鈴木達治の養女と結婚し、その姻族となっている。佐々木は結婚後間もなく、1944年7月に3度目の招集を受け、豊橋の航空基地設定練習部に入隊し、その後台湾へ派遣される。 1945年1月に帰還すると、犬山の航空基地設定練習部の教育隊、中隊長となった。7月からは、1945年6月に編成されたばかりの東京防衛軍警備第3、旅団に転勤となり、横浜鶴見に所在した、旅団司令部山無星林並みの交代からなる、大隊の指揮官となった。一方で、横浜では、 横浜工業専門学校の生徒を中心に鈴木達治を会長とした必勝懇談会を結成し繊維紅葉のために盛んな講演活動を行った後に必勝懇談会の有志が佐々木と共に終戦前後に一瞬とはいえ大いに暴れ回ることとなる佐々木は宮城事件の首謀者の一人である畑中賢治少佐とつながりがあった佐々木は 陸軍省にもよく出入りをしており、伊田正隆中佐が佐々木と畑中が何かしら対談する姿を目撃している。その過程の中で日本の幸福に関する情報を入手した佐々木は勇士を募って国民神風隊を編成して徹底抗戦を訴え出た。畑中は事件に民間テロをも組み入れる腹積もりがあり、歴史学者、現代史家の畑育彦は畑中から佐々木に情報が 伝えられた時期を8月12日頃と推定している。もっとも、佐々木は、卑怯な言動をすることで、軍内部では警戒されていた不死があり、国民神風隊には、佐々木の部下の大部分が参加せず濃厚隊員や、学生が主体として入り、武器も日本刀や拳銃、軽機関銃などといった程度しか手に収めることが、できなかった。佐々木は後輩を、 関西方面への連絡のために派遣するなど、畑中らの決起はもう少し先になると予測。国民神風隊の当面の目標は、首相官邸に定められ、閣議中の鈴木官太郎内閣の閣僚を皆殺しに、する計画が立てられた。しかし、佐々木の知らないところで、事態は急変しており、陸軍挙げてのクーデター計画は、畑中はじめ派の決起にスケールダウンしていた。 また、佐々木の予測よりも、決起の時期が早まったことにより、佐々木も急遽、国民神風隊を率いて、決起に及ぶ羽目となった。決起に関して、実験中数にあった、この医師団との連携を試みた形跡はない。首相官邸日付が8月15日に変わって1時過ぎ、佐々木は国民神風隊のうち20名を、東京の海原警備の名目で召集し、 自動車3台を連ねて、東京に向かう。早まった決起は細かいところで混乱と錯誤を生み出しており、焼き打ちのためにガソリンを持ち出したつもりが、実際には重を持ち出していた。4時30分頃に官邸まで約200メートルに達したところで下車し、軽機関銃を発射して、官邸内に突入。当時、官邸の警備は薄く、内部には、 留守番役の佐水久次内閣書記官長と佐古水の実定で内閣職宅の佐水久吉しかいなかったため侵入自体は安や々すやすと行われたが焼き打ちの実行に移るも巻いたのが重油であったため火がつききらないうちに消されてしまったここで警備の警察官が隊に接近し鈴木が小石川区丸山町の自宅にいることを隊に教えたため佐々木は自動車を 丸山町の鈴木邸に差し向けることとなった。承継に難住したものの5時30分頃に、鈴木邸に到着した、佐々木らは屋敷に乱入して、鈴木を捜索したが、鈴木は、ま一発で逃げた後だった。鈴木邸を消失させた後は、淀橋区西大久保の数密院議長、平沼喜一郎邸に向かい、7時頃に到着して、平沼邸も焼き討ちにした。次に、外務大臣、 東郷持長の邸宅に向かうも、太陽が高く昇りつつあったので一旦鶴見に引き返すこととした。佐々木は厚木航空隊事件に乗っかろうと、小の安妙海軍大佐との連携を図ったが、寸でのところで憲兵に踏み込まれて、有志と共に逮捕される。ところが、終戦の混乱で取り調べどころではなく、佐々木は両団に引き渡されるも、 及川源7七陸軍中上邸に入った際に、裏口から抜け出して脱走した。宮城事件は、失敗に終わり、佐々木の行動だけが、喜劇じみた、幕開劇の感を呈して終わった。引き続き憲兵に追われる身となった佐々木は、横浜付近を経て勝って知ったる犬山に向かい、犬山では幸福町陰識への攻撃の志願者を、募った後横浜に引き返すが、 同庁舎が出なかったので、犬山に戻り、9月20日頃には、岐阜県鴨茂と田村近辺に潜伏していた。佐々木は富田村で、開拓農業をやろうと試みるも警察に包囲され、寸出のところで逃亡して、富山に脱出する。1946年1月には再び逮捕の手が伸びるが、これも寸前に察知して、九州に逃亡した。後年、佐々木が毎日新聞記者、 評論家の新名上部に語ったところによれば、その後は北海道から八丈島まで無人に逃げ回り、一時は亡命説まで現れたという。逃亡中、佐々木は幾度か自首することを考えた。しかし、平沢和江等から説得されることにより、結局、佐々木は地下への潜伏を継続していくことになった。大戦漁師を名乗り始めたのは、この頃のことである。佐々木は、 神奈川県の大山、アフリ神社にちなみ、8月15日に死んだつもりで、大占漁師と解消。以後、日本再建運動、特に日本民族の世界的使命感の樹立と、その実現に向かって活動を開始していくことになる。日本の一番長い日では、佐々木は14年間にわたって逃亡していたということになっている。刑事訴訟法上の放火罪の法定事項を15年に、 合わせて、世に出てきたと、半藤和都氏は説明するが、旗によれば、この記述は正しくなく、早くも1949年には、東京に出てきて、財団法人を設立し、この頃から、大戦領主としてのご反省が始まる。ついで1951年3月23日には、有志と共に、アジア友も機会を設立して事務局長に収まった。これと、相前後して、 鈴木の長男である鈴木はじめに面会し、終戦の際の事件を詫びたところ、逆に、あんなことでもしなければ、腰抜けに思われたでしょう。まあ、いいじゃないですかと慰められ、逆にこれが縁となって、鈴木はじめは、アジア友行会の活動を支援するようになる。アジア友行会は設立当初こそ、政治運動に関わったが、年を経てからは、 アジア諸地域からの留学生の支援に活動の重きを置くようになる。ただし、60年安保の頃には、アジアからの留学生らを引き連れて、新しいアジア建設を呼びかける運動のために、日本一周の活動を行っていたことを、元毎日新聞記者の加藤純一が明かしている。アジア友行ゆき会は1962年に財団法人となり、大戦こと佐々木は、 会の理事長の地位在職のまま1986年3月20日に80歳で亡くなった。1967年の映画版、日本の一番長い日では、天本秀夫が佐々木を演じているが、佐々木の勇姿によれば、大体は映画の通りです。ただ、映画の佐々木さんは、怪しい眼光を放つ長身の痩せた男が演じていますが、実物は小太りの人でしたと評している。 2015年に再度映画化された際には、松山健一が演じた。日本陸海軍総合時点では、昭和60年没、鈴木貫太郎伝、P500 では、百名、現、文京区、戦国同書の英訳本、ジャパンズ・ロンゲスト・デー、コンパイルド・バイ・ザ・パシフィック・オー、リサーチ・ソサイティ P72 は、岸信介と共に、東京裁判のパール判事と面談する佐々木の写真がある。 ありがとうございます。